阪急の先発は3年目にして22勝を挙げた山田久志。7イニングを投げ中1日のマウンドとなった山田は緩急自在の鮮やかなピッチングで巨人打線を翻弄する。ワンワンからの3球目、エース山田を投入。しかし再び粟口、この日3本目のヒットでシンカー、7点ものビハインドを鮮やかに跳ね返した巨人。阪急のエース山田を捉えての同点劇に後楽園のボルテージは最高潮に達した。3番張本が山田の外角球を捉える、ツーベースヒット。奇跡を信じるスタンドからは絶叫がこだまする。ノーアウト一塁二塁、5番にはピッチャーの小林茂が入っていた。見せていた小林はそのまま打席に入り鮮やかにバスターを成功させる。これでノーアウト満塁。しかし勢いが高田のバットをよみがえらせた。山田渾身の一球、高田がライト前に弾き返し巨人大逆転サヨナラ勝ち。シリーズは舞台を西宮球場に移しての第3戦、阪急は山田が先発。巨人打線を抑え込む。試合再開後再び大杉に打席が回った。山田から打った2本目は文句なし正真正銘のホームラン。翌昭和57年は落合にとって記念すべきシーズンとなる。スタンドでいいプレーをしてほしいですよね。そうですね、まあ、しかし今日の試合こういった試合もあの甲子園にも出すナイマンに対して徹底的にストレートで押しましたね。完全なボールですね。そうです。カウントからこれが9球目、ファールを3本するんですがね、はい、タイミングは非常に合ってきてるんですね。まあ、山田の方はこれはもうホームランになっても仕方がないなと、はい、いう話をしてました。しかしここは代打の池の上を初球セカンドゴロに打ち取りました。今日は内野手も非常によく守りましたね。そうですね、盛り上げました山田を、はい、結局3対2と阪急が、は普通だったでしょうね、はい、非常にコントロールが良かったですね。投げ合いとなりました。南海は2年目目下5連敗中の畑山、阪急は16年目の続く岡本はセカンドゴロ、これはランナーを進めましたね。そうですね。さあほっとしたところですが、この山田しかしこの後デッドボールを与えてしまいます。これはどうでしょう、池の上より山田に痛かった、この表情を見ても分かる通りね、もう山田にとって非常に痛いデッドボール。8番中尾です。緩い当たりのセカンドゴロ、これはダブルプレー、ツーアウト後なんですがフォアボールのナイマンを一塁に置いて、山田もリズムが狂ってですね、ここはもうちょっとこう緊張の糸が切れたという感じのピッチングでしたね。あ、まあ、それにしても左打者が阪急リードの8回裏、ゲッツー崩れで山本浩二が一塁に生きた。長嶋が山田から逆転ツーランホームランを放ち試合を決めた。山田からソロホームランを放ち広島2点リード。二塁にランナーを置いて山田対山本浩二、シンカーを引っ張り三塁線へタイムリー二塁打、主砲が勝ち越し点を叩き出した。長嶋が山田の初球カーブを狙ってライトへシリーズ3本目のアーチをかけまたも同点。それを芸術の域にまで高めたのは幽霊なフォームからの快速球で284勝を積み上げた山田久志。
沈むボールシンカーだ。